第7節遺伝子治療最新の遺伝子発がん理論を臨床に応用したがん治療法ですがん遺伝の働きを抑制するような薬剤を投与したりがん遺伝の働きを抑制する遺伝子をがん細胞に組み込むなど理論的にはいろいろな可能性が考えられており現在多くの施設で研究され一部は臨床試験患者さんの同意を得て 人体に使用し効果を確認すす。る試験が行われています将来が楽しみな治療法ですが今のところ明らかな臨床的効果が認められている遺伝子治療はありません。